皆さんもこんにちは、四軸で心です。で私は今、広島市安佐南区西原、多分ここは2丁目ですに来ています。まあ、言うなれば祇園新橋北詰めと言った方がいいかもしれません。この先、アストラムラインは、すぐのところに祇園新橋北駅と、橋を渡って向こう側に、不動院前駅というそういうポジションにいます。さてここで、この道は寸断をされるんですが、まあ、こっち方向にですね、向こうへ行く道がつけられてますから OK なんですが、この祇園新橋ができる前は、まあ、ここは上何もないですから別に立ち入り禁止でも何でもないし、行き来できたんですけど、もうこの橋ができてですね、とりあえずこの遊歩道はここで寸断してもっと歩きたければつけられた道を通ってまた向こう側へ行くということになります。ここでこの道をよく見ますと、パッと見左が車道で今私が立っているところが歩道、そして、よく見ますと路側帯の線の跡がまっすぐに続いていると。そしてよく見ればここもこの左へ降りていく歩道は何か取ってつけたようなことになっていますが、まあそうです、車道だったんです。元車道でこの土手の向こうの東原というところまでですね、続いていました。まあ見れば右が車道で左が歩道だったっていうのは分かるんですが、まあ、よく分かる痕跡もあります。アストラムラインからこう外を見たときにこうやって撮影している人なんか見たことないんですけど、そしてアストラムラインの向こうに見えるのが鉄塔が NHK 放送所ですね。先日の大雨の後ですね、もう草が左から右へ、右が大戸川放水路、広島湾に至るということになりますので、向こうもそうですね、向こうのゴルフ場のところもそうですけど、軒並み左から右へですね、向こうの方もそうですね。でこう見えてきましたのがこれが大芝水門ですね、これはもうちょっと近くに行ってから撮りたいと思います。これは上流に高瀬関っていうのがあるんですけど、これ時々放流というか放水というかしてます。一応すごい昔のことを思い出すと、牛田のビッグウェーブのところですね、あそこが牛田浄水場といって広島市全域に
水を供給していたんですけど、それじゃあもう賄いきれないということで、緑浄水場を作ってそこへ水を供給したりするのと、やっぱりまああのダム的な意味合いですね、そういうようなこともあってあれを作ったっていうのをですね習いましたよ、小学校の時に。ということで、大芝水門がだんだんと、まあ、だんだんとって、まあ、近い方へ向いて歩いていってますけど、こういつもはこう3連3連ですね開いてて、で右側がちょっと見えますかね、コンクリートの作りになってて、水量が増えたらあの水門は3連全部閉めてコンクリートを乗り上げていく道が、道じゃない水が、広島市の旧市内の川に流れていくということになりますね。そして先ほど言いました道路だった痕跡、なんか40に見えないですか、まあ、40って書いてあったのを剥がした後なんですけど、このようにこの後もですね、横断歩道の跡だったりとかそういうのが出てきます。で車はダメですけど、要はいわゆる自動二輪車、原付自動車ですね、これはダメですけど自転車は走ってもよろしいです、車両でも。ただ馬とか来ていいのかちょっと分かんないです、馬とか第8車とかどうなんでしょうか、考えたこともありません。真ん中も中洲みたいになってるんですけど、大田川放水路ができる前は、まあ、その時にあれがあったかどうかは別として、もうあの大芝水門の方に流れていくだけでしたから、まあ、やっぱり大田川放水路を作っても川の流れはそういう流れかなっていうところですね。まあ、祇園の水門はいつもこう歩いてる方向から言うと一番右ですね、を少し開けて流してはいますが、3門のうち2門は普通は締め切ってますんで、大雨の予報を受けてですね、こうなんとなく埋まってるっていうかなってんですよね。じゃあまた道の痕跡の痕跡も見ながらですね撮っていきたいと思います。ここは横断歩道の跡ですね、停止線と横断歩道のゼブラ、それから自転車横断帯は跡が残っています。で今歩行者自転車専用の道になってますけど、昔ここへなんでこの車道だった痕跡が残ってるかと言いますと、本当に車道として使ってたんですね。さっき の冒頭の祇園新道ですね、あの道っていうのは今国道183号線になってますけど、あの国道54号線の渋滞を緩和するっていう目的と、まあ、もちろんアジア大会に備えてですね、広域公園前の道を整備するとともにアストロムラインを通すっていうのがあったんですけど、まあ、その頃やっぱり慢性的な渋滞でですね、朝晩国道183号線ですね、車線が変更してたっていうですね、だから朝は広島方向に向けていく、南向きは一番左がバスタクシー二輪車専用で、残りの3車線のうち2車線を南行きに変えるというですね、朝7時から9時だったと思いますけど、
で夜は、午後5時からだったかな、今5時半になってますけど、あの頃は5時から7時だったような気がするんですけど、ちょっと記憶が定かじゃないですけど、まあそれは北行きの方が同じようにですねなるということで、まあ事故もあるし、やっぱりそんなんでなんとかなるならもうなんとかなってるっていう話だったと思うんですけど、なんでこの祇園新道ですね、県道37号線を最初は北行き2車線南行き4車線だったんですが、改修して祇園新橋をつけて、広げて54号線としたと。それに伴って、この大芝水門のところからですね左側に行ったところに、交差点がありますが、そこへ今住宅展示場がありますが、そこがですね、盲学校ですね、盲学校があったと思います。で今はそのろう学校とかと統合されてるんだと思うんですけど、特別支援学校というのがこういうようにできています。さて大芝水門ですが、こういう感じで結構な量を広島の町の方へ流すということになります。さて、そして、まあ、祇園新道が暫定2車線で開通をしたときに、さっきの向こう側へ、この祇園新橋より向こうへはこの道も行けなくなると同時に、この車道だったところももう完全に歩道と。これはまあ要は祇園新道ができるまでの暫定処置として、この専用のですね広島方面に行きたい人の行きたい人のためっていうか、まあそういう専用の一方通行の道として整備をしましたので、祇園大橋のところはですねあたかもなんか広い歩道があるように見えるんですが、あれは車道です。祇園大橋を渡ったら強制的に左折をしてこの大芝水門のところを通らないといけなかったということになります。そうですね、白島の高層アパートもここから見えるんですね。そしてあれは元町クレドリーガロイヤルかな、いやリーガロイヤルは、いやいや、うん、もうどれがどれか分かんないですね。まあ広島の高層ビル群が見えると。そして歩いているうちにですね、西原から長塚に入ってまいりました。そしていつも私の映像からは橋の方から撮ってますが、裏側から撮るとこんな感じですね。ちょっとアップに、ほんのちょっぴり一番右のゲートが開いているっていうのが分かります。この角度の方がいいかもしれません。ほんのちょっぴり開いています。でここに横断歩道の跡が
階段があるんですよね。この昔の市道からこう来れるですね。となるとこっち方面にとか向こうの土手に出てたのかなと思います。だからこっちの街並み的には昔の区画のままですね。昔はこんなに家が多くなかった。田んぼとか、まあ、特に畑が多かったんですけど。そしていよいよここからは人工的に開削して作り上げた太田川放水路ですね。結構こうのどかなんで、この間の大雨の時も雨が止んでる時間はここを歩いたりランニングしたりする人も結構いらっしゃいました。そうですね、この階段を数えて15段目か14段目ぐらいまで水が来てたっていうことなんで、まあ、そうすると例のあのマスで言うと1個半とかあれぐらいのところになります。で、ですね、こんな具合に土砂が堆積してしまっている感じなのか、ちょっとここからだとよく見えないです。最初からああいう形だったのか、でも私の記憶、写真を見た記憶ではあそこはただ単にコンクリート壁だったような気がしますが、あ、それと忘れていました。ここへ長塚神社っていうのがあって、どうやら随分と昔からこの場所にあるようですね。で、何度か移転したみたいなことが説明書きに書いてありました。そして、参道的にはこっち向きいうことになりますので、こっちに行くとまっすぐ行くと、まあ、県道37号線の方にというか、まあ、大芝水門の向こうですねということになります。で、ちょっとこっちを向くと不動院があるということで、やはりまあここは結構交通的にも重要な場所だったんじゃないでしょうかね。昔はですよ。今は放水路沿いのちょっと歴史のある神社っていう位置づけですけど。そしてこの向こう、そうですね、もう道は見えませんから、この正面のこのマンションですね。このマンションの脇を旧国道54号線があの斜めの向きで通ってるっていうことになるんで、やっぱり重要な場所だったっていうことになるんじゃないでしょうかね。さて、もう目の前祇園大橋、あとわずかと。で、私が河川敷とかをよく撮ってるのはこの方向ですね。まあ、ここからは見えません。山陽線、可部線、山陽新幹線が通ってるあの場所ですね。まあ、横川の近くですね。
そういえば先日あの草刈りのなんて言うんです、遠隔操作のマシンみたいなやつで草刈ってましたね。近々こっち側も刈るんじゃないでしょうかね。かなり南側の方もやってましたんでね、来るたんびに草がなくなってきれいになっていくという感じで、そしてここでですね、この元車道だったときはここをまっすぐ54号線にはあの出れないというか出ちゃいけないということにしてて、大きく左に曲がりですね、これが今はただの歩道にしか見えないんで、なんで歩道を分けてるのかっていう話なんですけど、歩道を分けてるんじゃなくて、ここは元車道ですね、広いです。車とか原付とかでは何回かこの道実は走ったことあるんですけど、それを言うと年がバレるんですけど、その時は何も考えず走ってましたね。まあ、随分便利になったなぐらいでですね。このように一番左のゲートだけ開けて、その他は完全に閉じてると。じゃないと全部開けたらあの広島市内水が行かなくなりますんでね、例のあの宮島に行くあの原爆ドームから宮島に行く船も運航が限られるということになると思うんですけど、まあ、広島湾っていうところがやっぱ干満の差が激しいところになります。なので、こう今干潮ですけど、ね、干潮だとこんなことになるし、満潮だとあそこへこう跡がある、あこの辺ぐらいまで水が来るというですね、まあ、干満の差が激しいと。あでこっち側、これ新城橋ですね。でこっから西区になりますんで、まあ、線が引かれとるわけじゃないんですけど、こう西区と浅見並区にまたがりましたですね。先ほど の、 あの広島干満の差が激しいんで、広島城を築城するときもかなり埋め立てをしたということになりますんで、昔はここら辺が河口だったらしいんですよね。そう言われりゃそうかっていう気にもなりますよね。でこう干潮のときには大きな島がたくさんあるんで広島と名付けられたと、習いましたよ、小学校3年生の時に。いや4年生だったかもしれません。そして向こうの祇園新橋からね、ちょっと陰であれですけど、まあ大体
あの辺からここまで歩いてきたということになります。はい、ついでに説明しますと、右が、西区、正面見えているところは東区、ずっと奥 の、 そのアストロマインとかのよりも向こうに見えている山のところが浅北区、向こうも浅北区、うーっと行って、エディオンとか玉泉院とか見えますけど、その向こうの山の辺までは浅南区ということになります。ということで、この動画はここで終わりしようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。